はい、皆さんこんにちは、国際映像メディアの演劇関係を担当しておりますヤズと言います。よろしくお願いいたします。舞台のスタッフコースの勉強の一環として、まあいろいろとね、用語とかをやっているわけですけども、用語を教えたりねしたりもするんですけども、今日は一寸とか、一尺、それとか一間なんてね、そういったことをちょっとやってみたいかなと思います。なんとなく知っておかないと、舞台の、まあ、演劇とか の仕込みの現場であったりとかにね、まあ、大工さんとかの用語、昔から使っている用語なんですけども、まあ、1985年ぐらいかなっていうところで、日本もなんとなく世界基準というか、なんかメートルね、のやり方をねこう導入されて、それまでは日本は尺寸尺貫法とかでね、尺寸というね単位を使ってたわけです。まあ細かいこと言うといろいろね、一間とか一畳とかねいろいろあるんですけども、まあそんなところで一体一尺って何みたいな感じとかね、まあ細かく、まあ、伝えるというよりは、一寸って言ったら、まあ大体約 3.3 センチぐらい、まあ3センチってことですね。約3センチ、まあ正確にはまあ、細かいのが出るんですけど、まあ、およそ 3.03 センチってちょっと細かいですけどもね、3センチよりもほんの気持ち長いかくらいの、それくらいが一寸っていうね、一寸っていうとこなんですけども、あとこれがまあ一尺、ね、10倍一寸の10倍10寸、まあ、つまり一尺これが 30.3 センチかな、30センチぐらい、でも30センチよりちょっとだけ長い、まあ、これをねちょっとまあこういうこれで、見るとですね、これ下の方がセンチで表してて、上が、その尺寸で表している、尺貫法で表しているこれねメジャーね、これ測るやつですけども、はい、こんな感じでなんとなくこう3のとこ来てる上が1って書いてますけどね、これ6が来てるところのちょっと超えたところで2って来てますけどね、ぴったりではなくて、こうどんどん10倍の方でこう10っていうところまで来ると 30.3 みたいな感じでね、こんな感じで33みたいなね、33ミリみたいなところ、これが一尺、ね、このなんとなく上の一メモリが一寸、こんな感じの長さですね。これブワーっていくとね、これが進んで戻ってしまいましたけど、進んでブワーッといくとどこだろう、180センチ超えたぐらいのところね、180センチ超えたぐらいのところで181ちょいぐらいのね、一間の長さがね、はい、ここ60尺ってことですね。これ60ってなってますけど、これ60寸、分かりますか、こう60ってなってくると60寸、つまり6尺、1寸10寸で1尺ということなんで、これ60ということで6尺で、ここに180センチ、ちょっとプラスアルファこんな長くなってるところがあって、これが180数センチぐらいね、こうもうちょっといったところ、これが一間。一間って何ですかって言ったら、まあ、畳、ね、縦にしたところの大体の畳というかね、畳、うん、その長さですね。コメリさんとかね、武蔵さんとか行った時に、あの木の板ね、コンパネとかね、ベニヤとかって、板売ってますけども、大体その畳の大きさぐらいに切って売ってますけどもね、なんとなく表を見せてみましょうかね。この手書きで今シャシャッと書きました、もう一回見てみましょう。一寸は約3.03 センチメートルで、これが10寸になると一尺ということですけど、約 30.3 センチメートル、100寸というのは、つまり10尺というのは1畳となりまして、3.03 メートル、だんだんややこしいですね。まあ、とりあえずよく使うのが一間6尺、まあ、ここに書いてますよ、畳ね、横っちょがこう3尺短い方ね、3尺、まあ、6尺の半分ということでね、半減って言ったりもするけど、この6尺、これを長さ一間、一間半減みたいな感じでね、舞台の幅どれくらいですか、見た目の幅どれくらいですか、表ね、なんとなく客席から見て、で、ああ間口ね間口
6軒だよ、うわ広いみたいなね、こう畳を横にして6枚並べるぐらいね、間口が6軒もあるみたいな感じになったらね、こう畳6枚横に並べるものすごい広いあの舞台ですよね。まあ、こんな感じで、なんとなく手書きしてみましたけども、まあ多分合ってると思うんですけども、関係者の皆さん、もしちょっと違うよというところがあったらご指摘いただけたらと思います。こんな感じでね、まあなんとなく曖昧な感じでどうしてもこう漂っているこの釈尊法の世界といいますかね、まあびっちりと覚えるときに覚えておいた方がいいと思うんですけども、こんな感じの勉強もなんとなくこう、うん、自分の中に取り入れて、例えば舞台のリハーサルの時とかいろんなところでね、役者にとってもね、舞台監督とか、演出家の方から、あそこもうちょっと一尺ぐらい下がってとかってね、役者時代やってる時もこう言われたりして、三尺ちょっと寄ってくれるかな、上手に寄ってくれるかななんて言われたりしてね、どこにどう寄ったらいいんだ、前回かその前にね上手下手の話もしたかもしれないですけど、まあ、上手って向かってステージを見て、まあ客席から見て右側の方が上手、左側が下手っていうんですけどもね、はい、また細かいこともいろいろ膨らんでいきますが、こんな勉強をいろいろしながら、楽しい、演劇の世界へ皆さんぜひ来てみてください。はい、楽しいですよ。では。